皆さんこんにちは。米リーグでは現在大谷翔平選手の専属通訳だった水原一平さんの違法賭博問題とそれによる解雇が話題となっています。2024年3月21日、ドジャースは大谷翔平選手の通訳水原一平さんを違法賭博に関わったとして解雇したことを発表しました。また米メディアによると、水原一平さんにはブックメーカー違法な掛け屋に多額の借金があり、大谷選手の口座から450万ドル約6億8000万円が送金されていたと報じています。米メディアの取材に対して、水原さん本人が去年大谷選手に借金の返済を依頼したと明かしたとしています。その中で水原さんは、明らかに彼大谷選手はそのことに満足しておらず、二度とこのようなことをしないように私を助けると言った、翔平はギャンブルに全く関与していなかったということを知ってほしい、このギャンブルが違法だとは知らなかった、などと話したということです。水原さんはエンジェルス時代から大谷選手の専属通訳として、昨シーズンのオフに大谷選手と共にドジャースに移籍しました。先日から韓国のソウルで行われているドジャースの開幕シリーズにも同行して、解雇前日3月20日夜の開幕戦もベンチ入りし、試合後の大谷選手の取材対応の際にも通訳をしていました。3月20日夜の試合後には、水原さんがドジャースのチームメイトに対して自らがギャンブル依存症であるとした上で、全て自分のせいだなどと説明していたそうです。しかし米メディアが大谷選手の代理人に話を聞くためコンタクトを取った後、大谷選手の弁護士が、翔平は巨額の窃盗の犠牲者だと声明を出しています。水原さんもメディアに対し前日の発言を撤回、翌日には大谷選手は自分のギャンブルや借金返済について何も知らなかったと話したと伝えられています。あるアナリストは、水原氏は1991年から米ロサンゼルスに移住、大学卒業後岡島秀樹、レッドソックスなどの通訳を経て、2013から2017年まで日本ハムの通訳をしていました。大谷とは2012年に出会い、2017年から専属通訳としてエンゼルスに入団しています。大谷が満票で MVP を獲得した2021年、エンゼルスの公式インスタグラムは水原氏を最優秀通訳と称える投稿をしています。現地での生活サポートやキャッチボール相手まで公私ともに大谷を支えていることが評価されたようですね。金銭面に関しても管理を任せていたのかもしれません。大谷選手や球団が水原さんのことを公私ともに信頼しきっていたことは間違いないでしょうね。水原さんは大谷選手だけでなく、 WBC での日本優勝にも大きく貢献していると言われています。 WBC で日本中にペッパーミルポーズのブームを巻き起こしたカージナルスのラーズ・ヌートバーに最初に接触したのも水原さんだったというのは、ファンの間ではよく知られた話です。スポーツ紙の記者は、大谷は WBC で絶対に優勝したいと思っていて、侍ジャパンの出場資格のあるメジャーリーガーをシーズン中に密かにリクルートしていたんです。そんな折にカージナルスが地区制覇を達成、大谷の代わりに水原氏がヌートバーに SNS で連絡を取り、 WBC の侍ジャパン代表についての話を持ちかけ、出場する意欲があるかを確認しました。数ヶ月後、栗山英樹監督とのリモート面談を実現させたのは水原氏の功績が大きいでしょうと話しています。ただその一方でこんな声もありました。あるスポーツ紙の記者は、水原氏は以前から巨額契約で巨万の富を手にした大谷との収入格差に納得がいかないようでした。彼のギャンブル好きは有名で、大きな失敗をするのではないかという心配の声も上がっていた。ドジャース内部では移籍した当初から水原氏に疑いの目が向けられていたようですと話しています。
以前から水原さんのギャンブル好きは周りにも知られていたようです。この違法賭博事件について大谷選手や水原さんのご家族を心配し気遣う声が多い中、一部のファンからは山本由伸が一番かわいそうという声が出てきています。この日3月21日韓国ソウルで行われる開幕第2戦のパドレス戦で山本選手がメジャー初登板となる先発を予定していましたが、日本時間午前8時頃から民放もネット上も水原さん解雇のニュースで話題は持ちきりの状態になっていました。 X、旧 Twitter のトレンドの上位のうち8割が水原さんの関連ワードで埋まる事態になるなど、関心の高さが際立ちました。そんな中、山本選手が所属していたオリックスファンを筆頭に嘆きの声がネット上で目立ちました。オープン戦初登板のニュースを大谷結婚で書き消され、公式戦初登板の日も水原一平解雇のニュースで持ちきりな山本由伸、バファローズを高みに導いた偉大な男の第一歩を熱く見守ろうと思ったのに、余計なニュースが入ってしもうて激おこぷんぷん丸や山本由伸が一番かわいそう、大事なメジャー初登板の日に大谷の通訳がやらかして話題がすべてそっちに流れて、山本由伸さんの話題どこといった声が多く出ていました。そして迎えた開幕シリーズ第2戦、韓国ソウルの古直スカイドームで行われ、ドジャースが両軍33安打の乱打戦の末に敗れました。メジャーデビュー戦に臨んだドジャース山本由伸選手はまさかの洗礼を浴びてしまいました。先発して4安打2四球で5失点し、1回43球で KO で初黒星を喫しました。大谷翔平選手は5打数1安打1打点でした。この日の試合前に水原さんは違法賭博に関わったとして解雇されています。もしかするとこの水原さんの賭博事件でメンタルの不調などの影響があったのかもしれません。また山本選手の専属通訳は園田義弘さんが務めていますが、原則としてベンチ入りの通訳は1言語1人のため、山本選手の初登板日は水原さんがサポートする予定でした。ですが賭博事件による解雇のため、急遽かつて前田健太選手の通訳を務めていた編成部のアイアトンさんが通訳を務めました。試合後の会見で山本選手は水原さんについてこう話しました。僕も今日登板日だったのであまり話す時間がなく、情報も持っていないのでわからない、また記者からの試合とは別との問いかけには、みんな勝つことに集中していたと語りました。メジャー初登板の日に水原さんの違法賭博解雇に話題をすべて持っていかれ、試合も不調だった山本選手、大谷選手のみならずチームメイト、世界中の野球ファンを失望させた水原一平さん、罪は重いものだと思います。これからしっかりと反省し償ってほしいですね。今後この事件がどう動いていくのか注目が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。